皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、今年3月にねご紹介させていただきましたアースクエカデバイセス EQD の空間系デジタルディレイ&リバーブのディスパッチマスターの搭載事例ということで、ご常連のリョトさん、新規初投稿の森さん、そしてご常連の青さんのね搭載事例ご紹介させていただきました。でその後ですね、アースクエカデバイセス EQD のねエフェクター搭載事例がですねだいぶ溜まってまいりましたので、今回まとめてねご紹介していきたいと思います。まずお一人目はご常連のキャミーさんが、同じく空間系のねアフターニースということで、こちらはショートディレイリバーブということで、ショートディレイを重ねて得られる効果を利用したリバーブですということで、何のこっちゃということなんですけども、よく言われるのがねアンビエント系ということで、ちょっとかなり深みのある独自なね空間系ということで、このノブをただね見ていただいてもね、なんかよくわからない、聞いたことのないようなね名称のノブが並んでおりますけれどもね、ぜひともね楽器店に行ってこのサウンドねチェックいただきたいなと。でもかなり唯一無二のようなねサウンドを得られますので、空間系でちょっとね特徴的な空間系が欲しい方はですね、ぜひとも注目いただきたいと思います。それから MSX さんはですね、スペシャルクランカーということで、こちらはアナログの歪み、オーバードライブなんですよね。で、こちら、レベルトーンの他にモアって書いてますけど、こちらはね、ゲイン、歪みなんですよね。それからミニスイッチ、モードがね、ついてますけども、こちらは左側がゲルマニウムで柔らかくトランスペアレント。右側にするとシリコンでより高音が出る現代的な歪みにということでですね、オーバードライブですけれどもね、かなり幅の広いオーバードライブのようですので、こちらもぜひね、注目いただきたい歪みですね。